モノテルペンは、テルペンの分類の一つで、二つのイソプレン単位から、なり、c 1 0 h 1 6の分子式を持つものである。線形のものとかも含むものがある。酸化や、転移反応等の生化学収縮によって、モノテルペノイドを生成する。イソペンペニルにン酸とジメチルアリルにン酸は、生合成により結合して、ゲラニルにン酸を形成する。 ゲラニルピロリン酸ミルセンリン酸元の脱離によって、オシメンやミルセン等の悲観式モノテルペンが生成する。またリン酸元の加水分解によって、悲観式モノテルペンのゲラニオールが生成する。さらに転移や酸化によって、シトラール、シトロネラール、シトロネロール、リナロールや、その他多くの化合物が生成する。海洋生物で見られる多くのモノテルペンは、ハロモンのようにハロゲン化されている。 線形構造にイソップレンが結合することで肝が形成される。モノテルペンに最も多く含まれるのはロクイン肝である。ゲラニルにリン酸を肝化するとリモネンが生成する。テルピネン、フェランドレン、テルピノレンも同様に生成する。これらの化合物をヒドロキシル化し脱水すると紙面が生成する。単管式モノテルペンの誘導体である重要なテルペノイドには メントール、チモール、カルバクロール等がある。ゲラニル二ン酸は、二度の寒化反応によって、ピネンのような副管式モノテルペンを生成する。その他の副管式モノテルペンには、カレン、サビネン、カンフェン、ツジェン等がある。小脳、ボルネオール、シネオールは、それぞれケトン、アルコール、エーテルを含む例である。モノテルペンは、森林から放出され、 雲凝結核として働くエアロゾルを形成する。このようなエアロゾルは雲の明るさを増し、温度を下げる。ディナロールのようないくつかのモノテルペンは抗細菌、活性を持つ。ありがとうございます。